こんにちは。オフィスマユミのあやちゃんです。イエーイ。今日はですね、話題の成分フラクトオリゴ糖と酪酸菌が入ったサプリメント1ヶ月飲んでみたということで、皆さんにお話ししたいと思います。今日はね、私自身の体験談をお話ししたいと思います。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、話題の成分フラクトオリゴ糖と、酪酸菌入りのサプリメント、もう大人気こちらです、ビヨンカーツ、はい、なんですけども、フラクトオリゴ糖と、酪酸菌だけではなくてですね、皮髪ですとか、あと高麗人参ですね、もう高麗人参とか、あと生姜松とかもね入っております。でちょっとカルシウム系も入ってますね、はい、サプリメントになってます。はい、今大人気でも入荷して完売、入荷して完売を繰り返してるんですけど、私はとりあえずこれですね、今1ヶ月ちょっとぐらいですかね、飲んでみました。で一応1日30粒目安っていうことになってるんですけど、本当はねもうちょっと飲みたいなとか思ったりするんですけど、なかなか今大人気で入荷して完売、入荷して完売繰り返してますので、とりあえず30粒ですね、朝15粒飲んで夜寝る前に15粒ですね飲んでみましたので、1ヶ月飲み続けた感想を今日はですね皆さんにお届けしたいと思います。はい、ということなんですが、こちらのねビヨンカツ、本当に話題の成分フラクトオリゴ糖と酪酸菌が入ったこちらのビヨンカツなんですけど、まずですね、感じたのは便がよく出る、はい、めちゃくちゃね、今までもこう青汁とか飲ませていただいてマルカの商品飲んでるので、まあ、全然便は出てたんですけど、結構ね宿便が出たりとか便の出がいつも以上に出た、はい、で結構ね尿もしっかり出てくれてるっていうね、体の中のいらないものがしっかり出てくれたなっていう体感がありました。はい、であと2つ目はですね、この動画で私よくお話ししてるんですけども、私自転車通勤なんですね。なのでこの寒い時期ってこう、自転車でオフィスに来ると手がねちょっと朝かじかんでたりとか足先冷たかったりするんですけど、ビヨンカツ飲み始めてから全然もうその体感が違いました。オフィス来てもうすぐにこうボールペン持ってこう字が書けるくらい、全然そのなんかすごい手がかじかんで冷たくってっていうことがねなくなったなっていう感想です。であとお風呂上がりとかも、寒い時期だとお風呂上がりちょっとしばらくお風呂上がってからボーっとしてると体が冷えちゃったりしてたんですけど、なんかそれもなくですね、お風呂上がりもずっと温かさが持続するっていう、はい、体感がありました。はい、そしてもう一つ、三つ目が眠りの質がなんかすごい良くなったっていう体感があります。HGH プレミアム、ひとりさんの HGH プレミアムっていう商品があるんですけど、それ飲み始めてから眠りの質が良くなったなっていう感じがあったんですけど、さらにこのビヨンカツを足すと本当によく眠れて、眠りの質がめちゃくちゃ良くって朝すっきり起きれてっていうのをちょっと体感しましたね。寒い時期って朝こう布団からなかなか出たくなかったりとかするじゃないですか。なんかね布団から出るのが億劫になったりするんですけど、結構ねすっきりね起きれるなっていうのをね、はい、体感しました。そしてですね、最後はなんといっても肌です。はい、肌の調子がめちゃくちゃいい。洗顔する時の顔の洗い心地が変わってきたなとかちょっと思ってて、キメが細かくなったような感じもしてたんですけど、洗い心地がとにかく違う、洗顔の時の洗い心地が違うし、化粧水つけたりする時の手の感触とかがねちょっとふわっするみたいな感じになってきて、すごいいいなって思ってたんですけど、肌のねちょっとなんだろう、色も変わってきたような、最近か1ヶ月飲み始めて1ヶ月飲んでちょっとずつなんか肌が変わってきたなっていうのをすごい感じてますね。化粧のりもめちゃくちゃいいですし、であと顔だけじゃなくって最近はかかとですね、足のかかととかもちょっとツルツルしてきたなと思ってます。で自分ではねこれ一個気づかなかったんですけど、手の甲って、手ってこう何ていうんですかね、年齢が結構出るじゃないですか、手って。でこの前会った方に言われたのが、手綺麗になったねって言われたんですよ。なんか手の甲が綺麗になってなんかツヤも出てるよって言って、
美容活かなとかって言ってたんですけど、あの肌がね本当にね綺麗になったっていうのを体感してますね。はい、というのがこのビヨンカツを飲んでみた私のちょっと個人的な体験になるんですけど、あのもう一回繰り返すと便とか尿の出がすごく良くなったっていうのと、あと体がね結構温かい、睡眠の質がね良くなったということと、やっぱ肌ですね、肌って言っても顔だけじゃなくて全身ですね、肌がねちょっと綺麗になってきたなっていうのをすごく体感してます。はい、でこちらの商品ですね、今多分お店さん結構あのに言ったら今なら少しずつ手に入り、予約せずに少しずつそろそろ手に入り始めるんじゃないかなという状況になってきました。なのであの気になる方はですね、あのオフィスマイミの方に問い合わせてみてください。今なら少しあのお渡しできるかもしれません。はい、でもしかしたらねもう家完売で在庫ないんですってお店さんもいらっしゃるかもしれないので、その時はよかったら予約を入れていただいたらいいかと思います。で一応ですね1袋1万800円で、あの概要欄の方にですねあのお店さんマルカのお店さん貼ってますので、よかったらどちらあの近くのお店のない方はオフィスマイミでも大丈夫ですのでお問い合わせください。はい、今ですねオフィスマイミでは楽しいイベントをしております。冬のラブラブ塗り絵大会ということでですね、宮本まゆみさんが描いたこちらの絵塗り絵をねしていただいて、あのもう皆さんの個性的な絵をお待ちしてます、塗り絵をお待ちしてますので、一応ですね2月28日の消印有効ですので塗っていただいたりいろいろしていただいてオフィスまゆみの方にぜひぜひ送ってください。で、素晴らしい作品の中から5名の方にこちらのね絵プレゼントさせていただきますので、はい、ふるってご応募ください。でこちらの絵は下の概要欄に入って書いてあるお店さんでいただくこともできますし、あとですねオフィスまゆみのホームページですね、ホームページ見ていただくとあの下のお知らせの欄にねこちら、PDF でダウンロードして、印刷できるように、しておりますので、データを貼っておりますので、よかったら、皆さんふるってご参加ください。で後ろにですね一応あのお名前と通ってるマルカのお店書く欄があります。であのお店ある方は、マルカのお店書いていただくだけで大丈夫です。で、お店通ってるお店ない方はこちらの郵便番号とご住所書いてください。そしたらあのこちらの方にですねもしあの選ばれた5名に選ばれた場合こちらのご住所にですね、送らせていただきますので、ここを お忘れなく、はい、誰の絵かわからないと選ばれても送れないということになりますのでね、はい、よろしくお願いします。ということで今日も最後までありがとうございました。このチャンネルが良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ここからはあやちゃんからのお知らせです。オフィスまゆみでは私たちと一緒に銀座マルカンの商品を広めてくださる方、特約店さんを大募集しております。銀座マルカンのサプリメントや化粧品が大好きな方、斉藤ひとりさんが大好きな方、宮本まゆみさんが大好きな方、そしてオフィスまゆみが大好きな方、一緒に働きたいなって思ってくださってる思ってくださる方、大大大募集中でございます。はい、特約店さんの資料に関しては概要欄に貼ってるフォームから無料でどなたでも資料請求していただけますので、まずはお気軽に資料請求してみてくださいませませ。主婦の方でも副業の方でも、もちろん自営業されてる方でもどなたでも大丈夫です。まずは資料請求無料ですので、ぜひぜひやってみてください。皆さんからの資料請求お待ちしてます。